さあ様子を見ながら中村左から右に攻めます大東文化大学です。おフェイクからシュートを打ってきます。決めました中村。もう一度中村へフェイクからトラオレ。ここからシュートを打って決めていきました。これで同点に追いつきます。中村の距離のあっかけになってしまいそうなそんなゲームです。さあ大東文化大学は同点あるいは逆転というところで中村が外決めていきました。ここで逆転。田中ビハインズザバックドリブルからっていってスリーポイントまた決めた。スリーポイントさらにもう一本しっかりと決めてきました。ここは落ち着いたプレーを見せました。バックチェンジからのスリーポイント。局面ではフリーを作ってスリーポイントをバンバン決めてきているという大東文化大学。だからジャンパーうわーしっかり決めていきます。いやいい感じのボールの周りですよ。はい、中に入れて中村です。このショット決まっています。いや中村いいですね今日。ドライブからおっとこれはファールです。ツーショットになります。コンゴ民主共和国出身の選手なんですけれども、まあ、ここも大手から田中ルーカス。中村侵入うまいかわして打って決めました。いや非常にタイミングうまくかわしていきましたね、はい、いやうまいんですよ。彼自身がもう相当点数取れる能力を持ってるんですけどね、はい、中村侵入決まりました。少しポイント止まっていた大東文化大学ですが、はい、ここで23点目を挙げます。ショートコーナー使っていきます。なかなかこう、まあ、前半からそうなんですが理想的なオフェンスは難しい状況になってますね、はい、ここはステップを入れてきました。中村拓人です。肘でスティールされてる感じですよね。さあ中村対杉山4年生同士。中村入ってうまい自ら打ちました。いや先ほどのステップといい非常にプレーが目立ちます、はい、一昨日のゲームは15得点でした。さあここも外から守る欠かずのディフェンス。中村がボールを運んで中に侵入レイアップよく決めました。まあさすがですね、今日最大13点差。がぜん湧いている白鵬ベンチ。ここはフローターうまく合わせていきました、はい、まあ、こうやって中村がしっかりと相手の連続得点で切っていくという場面は引き続きありますね、はいはい。